俺は手札からスピードスでシンクロパニックを発動。このカードはスピードカウンターが7以上あるとき、このデュエル中に自分フィールドにシンクロ召喚したモンスターをエクストラデッキから可能な限り特殊召喚できる。ただしこの効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効となり、攻撃力はゼロとなる。何をする気だ。俺の元によみがえれ、エンシェントフェアリードラゴン、ブラックローズドラゴン、ブラックフェザードラゴン、レッドデーモンズドラゴン。さらにライフストリームドラゴンの効果を発動。1ターンに1度自分フィールドにいるこのカード以外の全てのシンクロモンスターのレベルを任意の数値にできる。俺はエンシェントフェアリードラゴン、ブラックローズドラゴン、ブラックフェザードラゴン、レッドデーモンズドラゴンのレベルを全て1にする。ジャック、クロー、アキ、ルカ、ルア、未来を救うために俺たちの絆をつなぐんだ。これは何が起こってるんだ。ユセイが力を求めているのよ。ユセイ、新たな境地、オーバートーク、クリアマインド。レベル1となったエンシェントフェアリードラゴン、ブラックローズドラゴン、ブラックフェザードラゴン、レッドデーモンズドラゴンにレベル8のライフストリームドラゴンをチューニング。集いし星が一つになるとき、新たな絆が未来を照らす光り差す道となれ。リミットオーバーアクセルシンクロ、進化の光、シューティングクエーサードラゴン。俺たち 5Ds の絆の結晶、俺たちの進化の証だ。